皆さんこんにちは。今回は久留米大学のキャリアプロジェクトという講義について紹介したいと思います。キャリアプロジェクトは大学の就職キャリア支援課というところがあるのですが、そこの主催の業界研究セミナーをプロジェクトに見立て、大学とともに一つの企画運営に携わることを目的としています。簡単に言うと、久留米大学に企業さんをお招きして業界研究セミナーを行うということです。その業界研究セミナーを私たち学生が作り上げ運営するというプロジェクトになっています。現在お見せしている映像は、久留米大学の就職キャリア支援課の方に提案とプレゼンをしている様子です。何のプレゼンかと言いますと、業界研究セミナーに招聘する企業さんを提案しています。前回久留米大学生に希望業種企業アンケート調査を実施したので、その結果をもとにそれぞれ招聘したい業界に分かれプレゼンテーションを行いました。それでは実際にプレゼンテーションをしている様子をご覧ください。どうぞ。電力、ガス、石油、どの時代においても必要なものだと思っていて、公共性も高いので安定している業界、企業も多いのかなと思ったのですが、具体的な仕事内容だったり業界についてはあまりよく知らない人も多いのではないかなと思ったからです。学生の興味のある業界のアンケート結果にはありませんでしたが、あえて広告業界を選択した理由があります。それは学生の興味のある業界第4位のマスコミと深く関係しているため、希望業界の視野を広げるチャンスではないかと思ったからです。また自分自身も広告業界に興味があって、華やかだけど泥臭い仕事と言われている広告業界を奥深くまで知りたいという思いで広告業界を希望させていただきました。学生のアンケート結果では第13位ということだったんですけれども、そもそもこの保険業界っていうのは、生命保険と損害保険という2種類があって、損害保険は2020年と2021年の2年連続で今ガイダンスをさせていただいてまして、生命保険に関しましては今のところ4年連続で招聘をさせていただいているというところで、すごく価値がある業界なんじゃないかなっていうのが、まず一つと、あと、この業界っていうのがメーカーさんみたいに物を製造して売るっていうお仕事じゃなくて、安心して生活できるようなサポートをするっていう業界で、安心を提供するお仕事っていうところで、物じゃなくて価値を販売してるっていうところがすごく魅力的に思ったので、僕は今回保険業界を招聘させていただこうと思いました。今回はキャリアプロジェクトの講義の一部を紹介させていただきました。今回の動画で久留米大学にはこのような講義があるんだと少しでも知ってもらえたらとても嬉しいです。そして最後にお知らせがあります。予定で1月22日に久留米大学で業界研究セミナーを開催します。まだまだ企画段階ではありますが、久留米大学生の皆さんにとってより良い業界研究セミナーを提供したいと思っています。1月22日近くになったらまた案内をさせていただければと思います。